マイナス10キロ、綺麗に痩せる、佐藤澄香です。よく、ダイエッターの方に多いのが、先生、痩せるためには、タンパク質が大事と聞いたので、私は、タンパク質のね、その、プロテイン飲料を買って、せっと毎日ね、頑張って飲んでいますというお声をよく聞くんです。ところが、ちょっと待ってください。もしかすると、そのプロテイン飲料で、逆に太っているかもしれないんですよ。そこで、この動画では、痩せるプロテイン飲料がわかります。もしあなたが健康的でね、プロテイン、タンパク質を取りながら綺麗に痩せたいなとお考えであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら。最強コスパ、痩せる手作りプロテインについてお伝えしていきます。では、話の流れはこちらです。1つ目、痩せるポイントとは、2つ目、痩せる手作りのプロテインレシピですね。では1つ目の項目です。痩せるためのプロテイン飲料の条件があるんですよね。それは実はですね、この太るプロテインと逆なものということで、よく市販で売られているプロテインはほとんどのものが太るプロテインなんです。その理由をお伝えしていきたいと思います。まずですね、人工的なタンパク質であること、そして2つ目、添加物がたくさん含まれているもの、そして結果、人工的なタンパク質を大量に摂ってしまいますと、そもそもね、その分解できませんので、腎臓に非常に負担をかけてしまって、逆に老廃物がたまって太ってしまうという、この負のスパイラルに入っている可能性が高いですよということを気をつけていただきたいんです。では痩せるプロテインとはどんなものか、この逆ですよね。人工的に無理に作ったものではなくて、ちゃんと自然界のものであること、そして完全無添加であることです。余計な人工甘味料、まあ、たっぷりね、甘い味付けしてあるプロテイン、ものすごくあるんですよ。そういったものをね、せいせいと飲んでしまわれますと、ますますあなたは甘いものが欲しくなってしまうっていうね、こういった良くないことがなるわけですよ。でプラス大量のタンパク質が含まれてます。自然界にあるタンパク質、よくね、お肉とかお魚とか大豆製品とかありますよね。ああいったものはね、負担かからないんですよ。ただ人工的なものというのは、もうその自然界のもうありえないような量が入ってますから、そういったものを一度に入ってしまうとですね、体の中にもうとてもじゃないけど内臓がですね、分解できずに、結局、まあ、一番先に腎臓に負担をかけてしまいますよっていうことなんです。では2つ目の項目です。もうコスパ最強の痩せる手作りのプロテイン飲料の材料のダイエット効果、そしてお一人分の材料のレシピと作り方ですね。この3つの順番でお伝えしていきたいと思います。まずベースで使えますのは、この大豆製品、無調整豆乳を準備していただきたいと思います。やはりこの大豆製品というのは、とにかくね、お腹の中を整えてくれます。腸内細菌のバランスが良くなって、イソフラボンも入ってますから、特に私たち女性にとっては、女性ホルモンと似た働きをしてくれる、まあ、エストロゲンとね、似た働きをしてくれる効果があります。そして食物繊維が豊富、高タンパクで低脂質で、大豆オリゴ糖やコレステロール値も抑えてくれる効果があるんですよ。はい、そして2つ目の材料はこちら。またまた大豆製品のきな粉を使っていきます。大豆製品の中で最も食物繊維が多いものになりますから、ここをね、味方につけていただきたいなと思うんですよね。お腹すっきりしていきましょう。そして高タンパクです。たったの大さじ2杯で 10g もタンパク質取れちゃいますから、1食分にね、必要なタンパク質のほぼ、まあ、半分から3分の1程度取れてしまうっていうね、優れものになるんです。はい、そして最後は蜂蜜です。ちょっとね、甘さが欲しいなっていう方はちょい足ししていただきたいと思います。そこでね、お砂糖などは使わずに、代わりに蜂蜜がおすすめです。なぜかというと、適量の蜂蜜は脂肪燃焼効果があったり、腸内環境を整えてくれるオリゴ糖が含まれていますし、また何よりもね、栄養価が高いんです。しっかりと栄養を取らないと痩せることはできませんよね。栄養があるからこそ、痩せるためのホルモンを作ることができているわけですから、しっかりと甘みも調整するときも、こういった天然のものを使っていきましょう。はい、
ではここから材料と作り方についてお伝えしていきますね。まずこの手作りの痩せるプロテイン飲料です。材料1人分です。無調整豆乳が1カップイコール 200ml ですね。だいたいコップ1杯と思ってください。そこにきな粉を大さじ2杯とお好みでいいです。いらない方は入れなくてもいいですけれども、蜂蜜を大さじ1杯入れてよくね、カップで混ぜます。で、私はここでちょっと軽くレンチンで温めて、ホットのプロテイン飲料ですね、この手作りの腸活ベースのプロテインを飲むことでもう十分ですね。市販で売られている人工甘味料とかね、添加物たっぷり、しかも大量のね、人工的なタンパク質を入れ込むよりは、こういった天然の材料を全部使って、しかも腸内環境が整うものですよ、全てこういったのをね、しかも美味しいです。ぜひ作ってみてください。ではこの動画のまとめポイントになります。まずは無添加で自然なものを使った高タンパク低脂質のものを作ってみましょうでしたよね。そのために必要な材料と作り方をお伝えしています。ぜひすぐにチャレンジしてみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。